今回は元阪神タイガース石直球の155キロ石崎剛さんとのコラボ第2弾です。前回利き腕の右手で140キロ超えの石崎さん、実は左でも投げれるんです。さあ、そして石崎さん、はい、グラブを左に持ち替えましたけど、はい、左も投げれるんですか？はい、現役の時からずっと調整として左投げでやってました。調整で左に投げたりするんですね。はい、その体を整えるという意味で左投げっていうのを現役からやってました。大丈夫ですか？おお、結構体全身で投げれている。昔クーニンズで両方投げれるやついたんですよ。あ、そうなんですか。はい、え、すごっ。そいつは105とかでしたね。 105? はい。え、めちゃくちゃすごいじゃないですか。ちなみに右で何キロぐらいですか？右で25ですね。あー、20キロもなんか。ちゃんと投げれてる。ちゃんと指にかかってるんですよ。すごいなと思うのが、はい、なんかこのこっち側行かないじゃないですか。ってことはちゃんと切れてますね。はい、ちゃんと指にもしっかりかかってますし、体のバランスがこっちの方がいいかもしれない。めっちゃリリース角度高いですね、左。はい、すごい、フルダウンで40メーター以上投げている。壊れるまでやる傾向があるようです。僕がセーブしたいと思います。うっ。ああ。あっち、あっち。はい。クーニン TV の歴史でいうと、一般人のチームメイトが105出しちゃってるっていう事実がありますから難しいですね、なかなかとね。でも、ちょっと言い訳言っていいですか？はい、トライアウトから一回もトレーニングしてないんですよ。それすごいですよ、本当に。はい、まあそのおかげで、ちょっと右肩があんまり調子良くないっていうのもあるんですけど、まあ自分自身としてちょっとこれを機にトレーニングの方を再開させていただいて、はい、またリベンジっていう形で取らせていただけないでしょうか？いや、もうぜひ平日にこういうふうにプロ野球選手の方の球取れたり、はい、体験できるの楽しみですから、ぜひお願いします。はい、
悔しすぎて、はい、ちょっと多分今日の夜寝れないんで、あの今日の夜から走り込みとトレーニング、あの再開させてもらって、はい、ぜひお願いします、はい、もうアベレージ145は当たり前の感じでやりましょう、一緒にトレーニングやりましょう、はい、やりましょう、お願いします、お願いします。場所めがけ朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。